どうもノンストップラビットの春人とタイタイです。今日は渡辺真琴さんとヒカルさんの YouTube でのやり取りについて、もうすでにこの炎上を予想していた占い師がいるんですよ。はい。で今もうすぐその近くに来ているので、はい、今日はその占い師の方に占ってもらいたいと思います。細木数の子先生というんですけど、東海オンエアと芝南の事件を見事に的中させた人、今回も期待できますね。そうですね、今回ももう予想してましたから、今回の件は、はい、今回の件もこれヤフーニュースに出てるんですけど、すでにもう数の子先生は真帆とレペゼン、ヒカル、何かをやらかすとトップ記事が出ていたので、その真相を、その真相を今日は行ってみますか。はい、あ、すいません、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです、数の子先生。今日は占ってもらいたい方がいまして。誰を占ってほしいか言うてみろ。と言わなくてもわかる。占っていく。あの、すいません、数の子さん、その占い師がよく使ってる棒みたいなのって何ですか？パスタだ。見てわかるだろう。半分になった。二人の人物が関係している。すごい。半分金髪で半分黒だな。タトゥー。二人の何を知りたい？二人は、まあ、ある SNS で揉めていて、お互いの悪口を言い合っていったんですけど、ここに来てなぜか仲のいい感じの動画を上げていて、それがすごい不可解で占っていただきたくて数の子さんの元へ来ました。何食ってんすか？違う、パスタだよ。パスタか。まだ残ってる。二人はあれだな、お互い大手の YouTuber だな。そもそも性質的なものが似ている。二人の性格、性別だからぶつかり合う。これは必然だ。そしてこれはエンターテイメントである。てめえは何が聞きたいことがあるのか？気になったことがありまして、真矢さんの嫁って本当にブスなんですか？食べてみる。どうだ？味が全くない。そういうこと。ブスだが、しかしマエスはそこに惚れたのではない。美味しいパスタを作って嫁に惚れたんだ。家庭的な女がタイプである。一目惚れだ。大貧民負けてまじげ。それ見て笑ってほしいね。優しい子にまた寄せて。ベタボレ。先生、大丈夫ですか？ありがとうございます。他は？ヒカルさんの目の周りが最近異常に赤くて、今回の騒動と関係あるのではないかと思って、それを聞きたいです。あれは病気ではない。プール帰りだ。プールですか？ゴーグルの跡だ。夜泣きすぎてとかじゃなくてですか？全く違う。ゴーグルの圧だ。あ、跡じゃなくて圧なんですね。他。最近ヒカルさんが TikTok というアプリを結構更新してるんですけど、それもなんか意味があったりするんですかね？始まりは企業案件だが、しかし彼はのめり込みすぎてしまった。そう、ハマったのだ。おそらく案件によると TikTok の投稿本数は2本で良い。それ以降はその人間の趣味。彼の上げている本数は79本、よって77本は自己満足である。企業も困っている。上げすぎ注意。他。真琴さんってタトゥーがすごい入ってるじゃないですか。あれもなんか今回の件に繋がってたりとかするんですかね？そもそも真琴は運気が下がっている。お前たちは見ることができないところにタトゥーが彫ってある。右脇下。彼はここに
星野亜紀と追っている。最近テレビで星野亜紀を見ることはない。星野亜紀の出演率が下がれば下がるほど彼の運気も下がる。最後に一つだけ聞いてもよろしいですか。今日真帆さんがツイートしていて、矛先はレペゼン地球に変わったと。それはどういうことなんでしょうか。難しい質問。レペゼン地球にはたくさんのメンバーがいるな。誰に向いたのか、ちょっと調べる。戻れますか。矛先はフォイだ。質問は以上か。はい、はい、ではこれで占いを終了とする。あ、その今食べたものって何ですか。ヒカルの永久歯。じゃあヒカルさんって歯ないんですか。喋りすぎる傾向があるから抜いてきた。もう数え切れなくなって